富士宮市にある魔界の牧場で能登半島地震の被災者を支援しようと募金箱が設置されています。魔界の牧場では能登半島地震の被災者を支援しようとミルクの瓶を活用した募金箱が作られました。園の入り口や売店など各施設に設置されています。これは役立てて一日も早く復興につなげるような形になればと思って、私たちにできることはこんな、ね、ことぐらいなのでね、はい、皆さんこれから寒いので頑張っていただきたいと思ってます。集まったお金は日本赤十字社を通じて全額寄付されます。